はじめに。はじめまして。名もなき者と申します。今回初めて動画をアップロードします。この動画はとさ物語という本の朗読と、それを現代の言葉にしたものの朗読とを流したものです。原文の朗読の部分も、現代の言葉にした部分も、誤りがあるかもしれませんが、その点はご了承ください。 今回の動画は前書きから本編に入る手前までとなります。この動画を作ったのは、超素壁紙の歴史を知りたいと思ったからです。ネット上で調べてましたら、近代デジタルライブラリー様で公開されているこの本に出会いました。近代デジタルライブラリー様には厚く御礼申し上げます。いざ読もうとしましたら、自分の知らない言葉が多く、 それも記しながら動画にしたらどうだろうと思いました。前にも述べましたように、自分で不確かな部分が多く、そういうものをアップロードするかどうかで迷いましたが、最終的にやってみようと決めました。読みを推測したものや、自分で解釈したものは、言葉の解説とともに、動画の画面左半分に記しています。この部分は動画が長くなるので朗読は割愛しました。 また言葉の解説ではウィキペディア様から引用させていただきました。この場を借りて厚く御礼申し上げます。さらにこの本の作者様、そして発行元様にも厚く御礼申し上げます。国史総書とは、本書の前書きに書かれてあると思いますので、それに変えたいと思います。では、前書きの原文の朗読とそれを現代語にしたものを流します。時に簡単なく、お,お 今、来は一線の上に繋がれり。時間に隙間なく。過去、現在、未来は一つの線の上に繋がっている。それ現在は過去の生むところにして。未来を解き売るもの、現在にその企却を置けばなり。そもそも現在は過去が生むものであって。未来を説明できるものであり。未来は現在にその大元があるのである。思うに世の人。 多く現在を重んじて過去を可論ず。考えてみると、世間の人は、大抵現在を重く見て過去を軽く見る。過去を可論ずるものにして、現在の真相を基地しうるものなく、現在の真相を基地しえざるものにして、いずくんぞ未来に相当するの余裕を存ぜや、過去を可論ずるものであって、現在の真実の姿をお伺い知ることができるものはおらず、 現在の真実の姿をお伺い知ることができないものが、どうして未来を想像する余裕を持てようか。いや持てない。言うまでもなく我が国の現在は、数千年にわたれる過去の産物なり。言うまでもなく我が国の現在は、数千年に及ぶ過去の産物である。皇室の尊厳、国民の正常。はたまた文物発達の経路、知安清水の天末など。 司祭にこれを観察すれば、現在の寄ってくるゆえんを明らかにし、従って未来の不数するところを察するに難しからざるなり、皇室が唐徳をごそかであること、国民の性質や気質、あるいはまた人間が生み出した学問、芸術、法律、宗教などが発達していった道筋、世の中が収まったり乱れることや人や物が盛んになったり衰えたりすることの、 始まりから終わりまでなど。詳しくこれらを細かく注意してみれば、現在が過去からどのような道をたどってきたかという言われを明らかにし、それに伴って未来が進んでいくところを察するのに難しくないのである。そもそも過去を観察するには、根本資料によらざるべからずして、一辺の聖書によるをひなりとす。そもそも過去を細かく注意してみるには、 歴史の基礎になる資料に基づかずにすることはできないのであって、一つにまとまった出来上がった書物に基づくのを良くないとする。けだし人を能の見るところあり、直の見地は、これ他人の見地にあらず、推測するに人はそれぞれ見るところがあって異なり、自分の見るところは他人の見るところと異なる。一辺の聖書に頼りて過去を知らんとするわ。 すなわち自家の見地を没却して、他人の見地に系統するものなり、一つにまとまった出来上がった書物に頼って過去を知ろうとするのは、つまりは自分の見るところを無視して、他人の見るところに傾くことである。特殊世論、日本外史は、おのおのその著者の心に移り目に現れたる日本歴史にして、これをもって新古の日本歴史と称しうべからず。特殊世論、 日本外史は、おののその著者が思い見た日本歴史であって、これらによって本当の日本歴史と呼ぶことはできない。自ら信仰の日本歴史を知らんと欲せば、根本資料たる当時の記録によりて、県産等級せられざるべからざるなり、自ら本当の日本歴史を知りたいと思うのならば、歴史の基礎的な資料である当時の記録によって正しい筋道を深く研究し、 調べきはめずにはできないのである。これをもうに、日本の過去を正当に知りうるのみにあらず。研究の興味。また実に心身たるものあらん。これを考えてみると、日本の過去を正しく知ることができるのみでなく、研究の興味もまた本当に多くあふれるだろう。本総書は、まことにわれ、国を了解戦と務める特殊者に、 根本資料を提供せんと欲して観光する。この草書は、本当に自分が国をしっかり理解するため、努力して行おうと得に志す者に、歴史の基礎となる資料を提供しようと希望して世に出す。けだし、世には現在にのみアクセスして、過去を観察する興味と余裕とを言うせざる者をしといえども、また死死として王をあらわにし、今を知り、来を感が売るのし、 少なしとなさず。確かに、世間には目先の現在にのみとらわれて悪セクセして、過去を細かく見る興味と余裕と思ってないものは多いと言っても、それと同じように努め励んで過去を明らかにし、現在を知り、将来を考える志を持つ者が少ないとは言えない。この書、あるは少数特学の詩に入れられるも、多数族用の人に迎えられざるはもとよりきするところなり、 この書物は、少数の学問に熱心な志のある者に受け入れられることがあっても、多数の世間一般の人に受け入れられないことはもともと予期するところである。サバレ需要の多少を論ぜず、必ず全部の観光を体制すべし、しかし需要の多少を議論せず、必ず全部の書物の刊行を完全に成し遂げるだろう。あえてここにこれを生命す。あえてここで、これを表明する。 国史研究会、主観。この前書きの真ん中の段落に記されているのが、国史総書の意義であろうと思います。さらに次の階段の内容も含めて考えますと、国史総書とは、複数の基礎的な歴史の資料である当時の記録を一つのテーマに基づいてまとめたもの、と言えると思います。また一番最初の段落に歴史を学ぶ目的について語られていたと思います。 その目的とは、現在が過去からたどってきた道筋を明らかにすることによって、未来が進んでいくところを察することができるから、ということだったと思います。さらに最後の段落では、この総称を観光する決意について語られていたと思います。では、次に解題の内容に入ります。解題、とさ物語二重巻 本館は前編として15巻までを収め、16巻以下はこれを後編に収む。本書は、王人の大乱以後、将軍の命令を行われず、英雄よもに割挙し、従ってお膝元なる京都すら水尾を極め、阿尊にしては、石家性画をはじめ落白し、身の置きどころなきにいたり、武家にしては、大名商名といえども、 一朝戦やブルルや、領地、城郭いずれも他の言うに騎士、一族直ちに流浪するに至れり、本書は、応人の対乱以後、将軍の命令は実行されず、英雄は司法に割拠し、従ってお膝元である京都とさえ衰退しきって、阿蘇にあっては、設計性がおはじめ落ちぶれて、身の置きどころのないというこの得ない状態になり、 武家にあっては、大名将領主といえども一旦戦に敗れると、領地、城郭はいずれも他の者の所有になり、一族がすぐに流浪するようになっている。さればこれらの人々、あるは縁を求め員を訪ねて、変動音獄に漂白す。そういうわけでこれらの人々は、ある者は縁孔を探し求め家の発祥の地を訪れて、 堅い中の都から離れた遠い国にさまよい歩くようになっている。中にも一条太公金吉公は、奈良に身を潜め、幽閉館その住居をなし、この里房公は、土佐の国なる長蘇壁文金に迎えられて、遂に同国に移り、長蘇壁市の咲くところとなれり、中でも一条元関白金吉公は、奈良に身を潜め、 ある場所に閉じこもってひっそりとしっそに暮らし、この乗りふさこうは、土佐の国にいる長蘇壁踏み金に迎えられて、最後に同国に移り、長蘇壁市が擁立するところとなっている。これを土佐の一条家という。これを土佐の一条家という。この物語は、かの乗りふさこう文明十年土佐の国へ移住ありしより筆を起こし、長蘇壁踏み金。 元門、お地下、金次、国地下、元地下、森地下の代々の自席と、その時代における同国内の大将の合戦等を知るし、ついに若の関ヶ原の駅に、森地下が石田三成に組見世詩を持って、徳川家康、森地下の所領を没収し、慶長五年これを山内和と世に与え、 ここに山内氏の入部となり、森近は京都に漂白し、発泰して言う無戸合瀬市が、なお本領を伏んことを願い、時期を伺いたりしに、関東、大阪との戦争を起こり、慶長十九年豊臣の秀頼の招きに応じ、大阪に籠城して一方の将となる。この物語は、その乗り不作工の文明十年、千四百七十八年、 土佐の国へ移住があった頃から書き始め、長祖壁踏み金、元角、お地下、金継国地下、元地下、森地下の代々あったことと、その時代における同国内の大将の合戦等を記し、最後にはあの関ヶ原の駅に、森地下が石田三成に味方したことによって、徳川家康は森地下の所領を募集し、 慶長五年、1600年、これを山内和と世に与え、この時に山内氏が初めて領地に入り、森地下は京都に彷徨い歩き、僧侶の姿になって有無と称していたが、依然として代々伝えられてきた領地を取り戻すことを願い、適当な機会を密かに待ち受けていた時に、関東の徳川方と大阪の豊臣富方との戦が起こり、慶長十九年、 1614年、豊臣の秀頼の招きに応じ、大阪に牢城して一方面の対象となる、しかるに欲言元年5月6日、八尾において大敗し、水に捕虜となり、同月15日四条河原において殺され、長蘇壁しここに亡滅し、入せし山内氏の繁栄を称し、筆を止めたり、けれども欲言元年、 1615年、5月6日。八尾で大敗し。最後に捕虜となり。同月15日、市場河原で殺され。長祖壁氏はこの時に滅亡し、領地に入った山内氏の繁栄を褒めた,たえ。核のをやめた。されば本書は、文明十年一条殿下校より、現な元年長祖壁氏、亡滅に至るまで。 土佐の国におけるおよそ138年間の史跡を記したるものなり。そういうわけで本書は、文明十年、1478年、二一城ど殿が京都から奈良を経て土佐の国に下る時から、元那元年、1615年、二長祖壁氏が滅亡するに至るまで、土佐の国におけるおよそ138年間の歴史上の出来事を記したものである。このほか追加として、 長祖壁先祖のこと遺説。土佐の国守護のこと並びに伝記。長祖壁家臣初回抱えられ騒動を荒まし。長祖壁家,家古き物語ども。治行洗顔の弁。室戸屈光の木。朝倉の宮最高記。土佐の国二十一社の祈祷を付録とせり。このほか追加として。長祖壁氏の先祖の遺説。土佐の国守護のこと及び記録。 長祖壁家臣がいろいろな家家来にされ使える概略。いくつもの長祖壁家の古い物語。支配地洗言の話。室戸の港を思って作った記録。朝倉の宮を再興した記録。土佐に十社の記録等を付録とした。本書作者証ならず。本書の作者ははっきりわかっていない。ただし、長祖壁清水器、一名、土佐土産。 漢一序文に言う。たまたまとさこう伝承記を得たり。しかし超祖壁清水記一名とさみ上げ、漢一序文に次のように述べられている。たまたまとさこう伝承記を得た。何人の作ということを知らず。誰の作品ということはわからない。その始終節月の章なること。第二書記の類にあらず。 その始めから終わりまで節月がこと細かであることは、他の様々な記録に同水準のものはなく、非常に優れている。大概なには千記の説と符合す。大ねなには千記の説明とぴったり合う。けだし、王実、指揮者ありてこれを言する。推測するに、昔見識のある人がいて、これを明らかにしている。とさ物語は、 全くこの書を持って純色増収するのみうんんと見えたり、とさ物語はすべてこの書物で飾り付けをし、内容を増やし改めるだけ、いか略、と私の目に映った。しからば、とさ物語は、とさ古城伝承記を、何人か純色増収したるものなること知られたり、なので、とさ物語は、 ト佐古城伝承記を誰かが飾り付けして修正を加えたものであることを知られている。ただ押し村区派。ト佐古城伝承記といい本書といい。共に作者の伝わらざるはすこぶる遺憾とするところなり。ただ惜しいことには。ト佐古城伝承記といい。このト佐物語といい。共に作者が伝わっていないのは非常に残念に思うところである。しかしながら長素壁清水器は、 安永三年を狼真潮の序文を掲げ、中田氏の著述なることを明記しあれば、超祖壁聖水器著述の時は、すでに本書はよにる伏せし書なること名なり、しかしながら超祖壁聖水器は、安永三年、1774年狼真潮の序文を載せ、中田氏の著述であることを明記してあるので、超祖壁聖水器著述の時は、 すでに本書は世間に広く広まっていた書物であることは明らかである。なおまた本書追加の文により手感が売れば、土佐の国や桜の宮最高期は、明歴四年林春祭の文を掲げ、室戸幸の期は、漢文元年山崎安祭の文を掲げ、土佐の国二十一社の木は、漢英二年狼重刀の著述を掲げ、また奥垣には、 教法五年かのえね、十二月かかん、土州、高知山において書写をわると記載せるを見れば、寛永二年以後、教法五年以前の著述なることは推定せらるるなり、さらにまた本書追加の文によって考えたら、土佐の国や桜の宮最高期は、明暦四年、千六百五十八年、林春斎の文を載せ、室戸港の期は、寛文元年、 1661年、山崎安斎の文を載せ、土佐の国二十一社の木は、寛永二年、1625年、狼重党の著述を載せ、また奥書きには、享保五年、1720年、鹿野えねの年、12月下旬、土佐の国高知山で書き写し終えたと記載したのを見ると、寛永二年、1625年、以後、 教法五年、1720年、以前の著述であることは推定されるのである。直し記者の公共を待つこととせん。さらに見識のある人の優れた教えを待つこととしよう。本書は全本と小6本とあり。とさ物語は、時代が古く原本に近い本と原本から必要な部分を書き抜きした本とがある。世に共にルフセリ。共に世間に広く広まっている。 土佐の国軍書類中には小6本を採取せり。土佐の国軍書類中には原本から必要な部分を書き抜きした本を採取している。本編は全本を採取す。この本の主な部分は時代が古く原本に近い本を採取する。しかれども写本を持ってよにる伏せれば、ギョの誤りなしとも限らず。そうだけれども写本を持って世間に広く広まっているので、 文字の誤りがないとも限らない。かつ、類本至りて少なければ、反復、丁寧、読みうる限りは十項を重ね、ようやく書くまでには成し遂げたり、その上、同種類の本は極めて少ないので、繰り返して丁寧に読むことができる限りは十項を重ね、やっとここまでには成し遂げた。指揮者これを了せよ。有識者は、 この事情を組んで納得していただきたい。大正3年5月。黒川正道、四季。大正3年1914年5月。黒川正道、す。海段の中で1点ほど自分が確認したいことがあって書かせていただきます。超我壁清水器の記述から、土佐物語の作成時期の推定に入っておられる部分です。 超素壁聖水器に、土佐物語は土佐古城伝承器を殉植増収したものと記述があることから、作成順に並べますと、1、土佐古城伝承器、2、土佐物語、3、超素壁聖水器となろうと思います。そこで、安永三年、1774年、超素壁聖水器、また土佐物語に追加された文によると、明暦四年、 1658年、朝倉宮最高期。漢文元年、1661年、室戸公の期。寛英二年、1625年、土佐の国二十一社の期。さらに作者様がご覧になったであろう土佐物語の書籍の奥書きに。享保五年、1720年、書写。時祭があることから。作成時期を寛英二年。 1625年から今保5年、1720年までの間と推測されておられると解釈しました。というところで、今回の前書き、解題の部分を終了したいと思います。次の動画から本編に入りたいと思います。現在管大1の下書きはできていますが、見直しや朗読部分の挿入のため、1、2週間後にアップロードする予定でいます。 最後に、ご視聴ありがとうございました。